やっぱ肩とかいいよね。あ、はい、今大学1年生の1年生です。 18? 18です。 いいよ、野球部って言ってたからね、はい、ショートストップって、まあ、そんな感じですよね、はい、公立でもね、公立です。こういうのもうまい、ショートってうまいよね、そこそこね。やってないです。いいからしてるよ、思って。あ、2ヶ月でしょ。2ヶ月です、ね、自分のペースでやってるからですね、はい、あんま重さにこだわらずですね、はい、うちの YouTube の存在すら知らないみたいね。はい、YouTube 見てないっていうことで、まあ、全然見ないです、まあ、自分で好きなようにやられて、まあ、それが一番だからですね、高校の時からやってるからですね。で今サイドレーズやってたけど、ちょっと止めたらきついでしょ。きついです。そういうことをね、 YouTube とかで説明してるんですけど、まあ、見てなかったらですね、とにかく自分が好きなようにやるのが一番だからですね。結構来てるよね。はい。トレーニング好きなんですか。体を大きくしたいなって。ああ、ほんとかっこいい体してるけどね。あ、そう。高校の時はトレーニングも好きじゃなかったわけ。今ほどは好き、そこまで。そうね、はい、まあ今勉強が忙しいでしょうから、しっかりこれでやってるよね。やっぱり野球部の子って肩がいいんですよね。で胸もそこそこついてるよ。あ、やつで。でウエスト細いしね、今の子らしくてですね、真面目そうだし、まあ、絶対うまくなるよね、この調子でやったら。2ヶ月とこれだいぶ変わったでしょ。はい、変わりました。変わったよね、体重増えた、はい、少し増えました。すごいね。バックでこうしてみたら、グッて入れてみて。あ、ちょっと絞りすぎないよね、それが。これぐらい、グッと。うん。まあ、ちょっともう広がりがないけど、まあまあ、自分でいいと思うと思うよ。三角筋とかいいからですね。肩がいいですね。まあこんな感じで、いい。まあ、やっぱ肩がいいよね。あの、まあ、トレーニングそうだし、ぜひ頑張ってください。これ一つの、はい、あの記録としてですね。腹筋がまだ出ないね。はい、全然。やってるんでしょ。はい、少し甘しないです、うん、でも自分の良くなるとこから良くしていった方がいいよね。はい、まあ、またあの1ヶ月後、2ヶ月後に取りましょう。良くなる予定なんですよ。はい。でかくしたいんですか。でかくしたいです。それも一つの手ですけどね。まあ本当に頑張ってください。はい。